市長になろうと思ったきっかけを教えていただきます、はい、私市会議員を5期20年やってまして、で市会議員と市長さんで私はやっぱり瀬戸の街づくりを、まあ、皆さんと一緒にこう作り上げていきたいんですけど、それを実現するにはやっぱりあの首長市長さんだなということを思いましてね、ですからあの市長になりたかった。はい、瀬戸の魅力はズバリどのような点だと。そうですね、先ほどもうね、あの研究の成果も言われてましたけど、瀬戸ってね、古い文化と新しい文化がこう共存しとるんですよね。で実は私が生まれたのは、瀬戸市の信濃というね、自分としては古い瀬戸と新しい瀬戸って両方ちょっとこう感じて、古き良き時代、良き文化と新しい文化が、共存する町なんですね。だから可能性としてはすごくあるんです。はい、で市長の施政方針を読ませていただいて、はいはい、その中にあのすごく素晴らしい内容だなと思って拝見させていただいたんですけども、はい、その中に外国人住民の言葉だとか文化への制度についてっていうのが言及がされてなかったんですけども、うん、何かお考えとかはお持ちなんですか。そうですね、まあ、あの外国にルートを持つ人、かなり昔からね、その人たちとこうやっぱりお互いの文化価値観っていうのをこう認め合っていかないと次に進まないと思うんですよね。あの地元ではね、2世3世さんがそのお国の言葉を忘れてしまうというか、喋れない人たちがいて、だからその言葉を、皆さんと一緒に勉強するとかね、最近そういうことがだいぶ始まってきましたね、はい、あとゴミの捨て方、今ちょっと分別しますよね、それを一生懸命説明したりね、はい、みんなでやってますね。続いて、はい、海外にルーツを持つ方が先ほど、はい、あのおっしゃってたようにすごく大きい瀬戸市だと思うんですけども、はいはい、故にあの困っていることなどは何か、うんうん、まあ、先ほど言ったように、文化自体、お互いの文化自体を、まあ、深く理解してないので、そのトラブルっていうのはありますよね。集会所をね貸してほしいと外人の方が、あどうぞって貸しますよね。そうするとその使い方だとかルールっていうところまで行ってなくて、で向こうの方はね、もうとにかくこうパーティーがするんですよ。イエーイっていう。でそうすると何時から何時の間はいいですよっていうことは一応伝えるんだけど、やっぱりね盛り上がってくると、瀬戸に住んでみる方はよく守ろうとするんですよ、ルールを。ただお友達をよそから呼ぶんですよね。そうするとすっごく盛り上がってて、イエーイワイウォーウェーってやる。やっとね、やっぱりこう地域周りの住民の人はびっくりしてね、困ってしまったりするんですけど、ただそういう文化なので、そういうことも注意しながら、まあそういう、まあ、集会を貸し出すとかね、はい、まあ、もっと言えばこう日本の方がその中にこうパーティーの中に入れればまた違った状況になっていくんでですね、だから困ったというとやっぱり文化をきちっとね、理解し合わないと、はい、いけないかなって。向こうの人も困ってると思うんですね。私たちが理解してこれからのお付き合いをしっかりしていくっていうことが大事でしょうね。都市のに住む外国人の方々に何か伝えたいことなどはあります、はい、そうですね、もうね、ご縁があってここに住んでいるっていうのはすごく大事にしてほしいんですよね。ですので、まあ、もう全部同じなんですけど、瀬戸の歴史だとかね、私たちの思いだとかね、これからこうしたいんだっていうことをよく理解していただきたい。逆に皆さんがどうしてここにいて
こうやって生活しているかということも教えてほしくて、多分日本で生活するっていうのはすっごい大変なことだと思うんですよ。自分が海外に行って、それもぜひこう言ってほしいですよね。こういうとこが辛いとか、こういうことをやりたいとか、これができないとかっていうところを、まあ、日本の方もあまり大きい声出しちゃいけないとか、こういうことやっちゃいけない、さっきと一緒ですね、うん、そこの、理解を深めることでね、ぜひとも瀬戸に住んでよかった、ここに来てよかった、で日本の瀬戸の人に会えてよかったって思っていただけるような、まあ、そのような対応がね、ぜひしたいなと。Thank you.